牛カイザイータ星は、牛カイザの恒星で三等星、黄色の準巨星、赤色巨星への進化を始めた段階であると考えられている。金属量は、太陽の約2倍と、珍しい、スーパーマタルリッチな恒星である。また、分光連星でもあり、おそらく白色矮星と思われる天体が、約1.35年の周期で回っている。型有名のムフリットは、 アラビア語で、武装したシマークまたは、槍持ちのシマークという意味のある、シミックあるラミーに由来する。この言葉は、もともと、アルファーのことを指しており、シマークの正確な意味は分かっていない。やがてこの、槍を表す星々が別途設けられ、イータ星を含む近隣の星々が槍に見立てられたり、あるいは、イータ星が単独で槍に見立てられたりした。その後、 このムーフレデンが星の名前の一部として誤認され、ムーフラットあるラミーと書かれるようになった。さらに略された際に誤って、ムーフリットとされ、イータ製の名前に使われるようになったものである。2016年9月12日に、国際天文学連合の構成の命名に関する、ワーキンググループは、ムーフリットを、牛カイザイータ製の固有名として承認した。ありがとうございます。